いたしました。わー、めっちゃいい香り。ねえ、すごい。それではじゃあ早速試食に行ってみたいと思います。イエーイ。あ、そうだ、私あゆにプレゼントがあるの。何？ちょっと待って。何？え？あー動物声優師フリークのあゆちゃんのためにですね。おお、なんとまさかの自腹でホイップ買ってきました。ありがとう。え、嬉しすぎる。じゃあ乗せてもらっちゃおう。見た目大事ですもんね。そうだね、うん、あの美しくね。美しく。さあ、2段にしようかな。あ、2段目。2段目はもうちょっとあの一歩ずつでいかなくなっちゃったね。あ、めっちゃ、え、可愛いかも。可愛いかも。ちょっと最初どうなることかと思ったけど、体結構盛り付けセンスあるよ。いいじゃない、いいじゃない。可愛い、可愛い。うわ、映える。せーの、いただきます。楽しみ。わぁ、めちゃくちゃ美味しい。よかった、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 よかった。わぁ、どうかしら。あ、おいしい。おいしいよね。おいしい。いただきます。おい、ちゃんとおいしい。本当においしい。本当においしいんだよ。私本当にこういうとこで嘘つけないから、あの、美味しくできてないと本当においしくないですねって言っちゃうタイプだから。本当においしい。ちゃんと美味しくできてる。あとね、我々あの飲み物もね、いただいてて、ロイヤルミルクティーです。これも一緒にいただいて。コーヒーもいただきます。私もロイヤルミルクティーですわ。あ、無糖派、美味しい。あら、ちょっと、ホイクリーム。いや、あのこっち側にも入れようかな。えー、やばい。え、すごい。あ、かわいい。で、こっちにも入れるってなったら、やっぱこっちにもね。うわー、美味しい。お前さ、ねえ、プーじゃねえんだよ。料理番組で一番出しちゃいけない。ねえ、この番組さ、あの、定期的にやんないんだけど、これ本当に面白いんだけど。でもこれね、私も定期的にやりたい。これ涙出てきそうなんだけど、ちょっと。ありすぎてさ、本当に本当に楽しい。なんかね、最初こうなんかいろいろお菓子の案が出てて、アップルパイとかクッキーとか、うん、あとシュークリームみたいな案も出てたんだけど、うん、シュークリーム結構難しいから。あ、そうなんだ。そう、でもちょっとこの番組なら奇跡を起こせる気がするから。やった、シュー作ってみたいなって思いました。作ってみないね、はい。うんうん、今回も素敵な素敵なアップルパイを作っていきましたが、ここでお知らせです。お知らせなんていけるわけないだろ。このテンションでどういくんだよ、お知らせに。とっても甘くてお菓子のスイーツファンタジー、テレビアニメお菓子の転生はテレビ東京 BS テレと HTX 他にて絶賛放送中です。また U-NEXT アニメ放題他サービスでも絶賛配信中です。ぜひご覧ください。はい、はい、そして夏美さん、素敵な情報があります。な、何ですか。お前鼻声。今回もう一品あります。わあ、実はまだまだ作っていきますよ。まだまだするの。ということで、おかしな転生プレゼンツおかしなキッチン、次回の配信を